大丈夫か？うん。じゃあ、おやすみ。あ。なんだよ。だって、入江くんが部屋に入って朝になったら、元の意地悪な入江くんに戻っちゃいそうで。じゃあ一緒のベッドで寝るか？そういう意味じゃ！だな。今夜はうち中が聞き耳立てていそうだし。ねえ、本当に私でいいの？ああ、すっかり魔女にされたみたいだ。大好きだからね、入江くん。知ってるよ、十分。けど、入江くんが私を好きなのは知らなかったわ。お前には降参したよ。大好きだよ。